よ、あれ、エルゴさん、そろそろ任務から帰ってくるときどうだったんだ、コン。ってわけでガーラもなんとか元に戻ってさ。お、いや、これからは木の葉と砂の関係がよりまったく。ど、さてと、そんじゃい。ああ、これからも頑張れよ。ナルトか。なあなあ、お前さっき戻ってきたばか。休息ならもう十分取った。ああ、で、で、な、たく、ちょっと待ってろ、静電に調べさせる。一つだけ。よし、あれ、え、ナルトくん。おお、なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったらやっぱナルトだったか。やっぱ牙か。それ誰だっけ。冗談ならばよした方がいい。なぜならそれだけでも相手は傷つくからだ。そのめんどくせえ喋り方は。なぜ喋り方で判断する。いやな、帰ってきて早々砂にね。まあな、それはそうとだ。お前がここにいるって。うん、やっぱな。お前と俺らがどれくらい強くなったか。その…おたおたしてんじゃねえぜ、日向。さあ、お…
厳しい修行だったからな。本来ならば第二回戦と行きたい。あれそ、もともと戦だよ。久々にお前とやり合えて楽しかった。俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて。んじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。うん、今度飯でも食いながらゆっくり。ああ、中央砂での場。砂隠れのこと聞いたぜ。へへ、近森はまだ中忍試験の。ねえ、たく、やらなきゃなら。へへ、頑張っ。完全に人事だよ。おーい、あー、ん、長次じゃねえか。ってなわけで、おっ、相変わらずくっ、お前昔よりで誰だ。見つかりましたか。ご丁寧に、あれほどの殺気。お前何も。君が渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど、君の実力を測らせてもらうよ。だと。おいおい、問答無用かよ。調子、なる、うん、うん。
死ねくらいやがる。よし、なんだってば。力よ。誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。あいつ。長次、やっと。え。ったく、アスマ先生が早く来い。ごめん、イノ。なんか変なやつが。変なやつ？変なやつって。あれ、ナルトじゃない。いや、変なやつってナルト。ナルト、おひさー。もういいよ、長次。この空気。へえ。あいつ、初めて見る顔だった。あ、いたいた。ん？サクラ？なんか用でもあるわけ？あんたにじゃないわよ。ナルトに用事。俺に？もう砂出様から伝言があって新しい範囲を紹介するから。は？新しい範囲？詳しい話は師匠がするって。分かったってばよ、ナルト。気をつけとけよ。何？ああ。第2章、二人の再会。